名県温泉は富山県黒部市にある温泉。源泉は馬場谷温泉からの引湯である。引湯後、名県温泉での湯温は約摂氏80度まで下がっている。神経痛、リウマチ、疲労回復などに効果があり、湯上がりは肌が滑らかになると女性に好評である。欅平駅よりの山道の先に日本秘湯を守る会にも属する一軒宿。 名県温泉旅館が存在する。男女別の内湯、周りの木々や大きな自然石をそのまま生かした渓谷を見下ろす露天風呂、それに貸し切り湯がある。午後2時までなら日帰り入浴も可能である。客室は和室10室のみで、他に30畳の大広間がある。当期は黒部峡谷鉄道のトロッコ列車が運休するため、それに伴い宿も休業する。 元々は谷底にあった源泉近くに1957年に宿を建設し創業した。その後1969年の水害で全施設が流出し、1970年に宿と内湯は高台の道路脇の現在地に移転した。それが現在の旅館の建物である。その後1995年には7.11水害により露天風呂が流出し、 源泉が埋没した。その後1996年8月1日に宿の営業を再開し、露天風呂は宿に近い現在地で再建したが、現在は、源泉は上流の祖母国温泉から引沸している。ABCDE、全国温泉大事典467ページ。いでユのあぜ、朝日新聞2000年9月21日付夕刊ごめん、マリオン。 北日本新聞1996年7月17日付長官27面、黒部峡国鉄道20日から、前線海通園線旅館も営業再開より、ありがとうございます。